ザ・クラフツメン YouTube をご覧の皆さんに次回の本編先出し。日が変わり、東松山の倉庫に集合の日、気温は40度近くに。おらーい、はい、おらーい、おらーい、おらーい、絶対聞こえてない。おらーい、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 はいはいはい、あちぃ、うわー、暑い、暑いですよ、暑い、暑いよ、暑いですよ、暑い、びっちょびちょですか、これエアコンは？エアコン大丈夫だよ、多分、うんうん、だけど前よりはでも効くようになった。全然効きます。まあ、上も、うん、後部座席の方全然大丈夫なんですか、うん、前はね、あ、まあ走ってる間にも熱せられる。そうか、そうか、後部座席植え付けたから。そっか、ルーフトップがついてるからか。うん、屋内保管だからね。そうだね、こんなに熱は持たない。 あれだけど今日ね、でもね、かなり爆音で来たんですよ、うん、音も。もうむちゃくちゃ良くなったんですよ。やっぱあれでしょ、上を塗ったのもでかいんですか。うんうん、ああ、うん、だと思う。防振が、うん、スピーカーも鳴らしみたいな。鳴らしがね、ね、うんうんうん、ちなみに何を、レニー・クラビッツ。おお、いいじゃん、いいじゃん。レニー・クラビッツを聞いたんですよ。絶対歌ってました、爆音で。それでは車カスタム編、本日の作業は。まずね、何からするんですか。これ内装選ぼう。おうおうおう、あ、よかったのがまだ座学ですね。そう、座学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 。もうちょっとね、実技はちょっと使いようじゃないでしょ。ちょっとしんどいですよ。この前のね、選んだやつを大きいサンプルをね、わざわざ本当だ、本当だ、ちょっと入れたんで。結構選びましたね、ほんと。こんな選んだっけ。思ったんですけど、まあ、色味っすよね、うん、これ、こんな色を選びました。いや、マモルくんはなんか覚えてるけど、マモルくんは多分生地がこれなかったから、これで手触りを見てってことだから。マモルが3色。そう、前回カタログの小さい布サンプルから内装の色を選びました。こういう場所で割んのかな。だから3色でもいいですよ。あ、この下とね。そう、ボトムと。確かに、うん、3色がいいですよね、うん、ああ、いいっすね。ここで最初ちょっとガラガラっぽいやつとかが下に入って、それでも面白いし、うん、あえて真ん中も真ん中もいいと思う、うん、ああ、なるほどね。ここガラガラにする。この3つで割りたいっすね、うん、そうだね。ああ、これじゃあ写真撮っちゃう、うん、3種類の布を壁に貼るため、サンプルから気になる布を数種類チョイス。うん、あ、いいっすね。意外となんか高級感も出そうな感じがするっていうか。レベルだ、コレクション、ギダ、ドリフ、うん、ちょっと待って、うん、ダメだこりゃ。本日は選んだ布の大きなサイズが届いたので、実際に車に当てて確かめていく作業と、その前に太一さんが気になることが。いや、俺ちょっとね、一つ気になったところ、気になったっていうか、ここを合わせなくていいのっていうところがちょっと出てきちゃったんで、うん、一回見てもらっていいですか。ここの色と、うん、ここの色、うん、太一さんの疑問とは、壁の色と椅子の部分は同じ色にした方がいいかということ。マカさんに聞いてみると。いや、合わせない人多いよ。合わせないですか。全然いいですよ。ここの色とここの色を合わせた方がいいのかな。いや、それは気持ちが悪いですね、逆に、うん、そうなんだ、うん、コントラストがあった方がいいですよね、もっと濃いか、うん、だから例えば今の色がこれ、あの、これでいくとして、はい、だから壁だと、はい、例えばラインにこういう茶色入れるとか一本、うん、そこで合わせれば、ね、ここで合わせたいって言いましたよね。ここでこう切り返した方がいいですよね。そうだね、ここの部分で、うん、まあ、だからで、この上と下で外と中と別にそのこのプレスラインを合わせる必要ないからさ、うん、で、あとね、こういうパイピング、はい、ここだけを色を変える人もいる。あ、なるほどね、うん、で、あとはここの座面だけとか、うんうんうん、あ、そうか、じゃああんま気にしなくていいんだ、あのシートの。まあ完全におかしいのはあると思うんですけど、うん、でもこうやって当ててみれば、うん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 、実
次回のザ・クラフツメンは大人の夏休みでバーベキューを堪能、そしてモルックリベンジ戦で2回ミスってるよね。さらに車カスタムでは内装生地サンプル合わせ。いや分かんない、紫がいいっすよ、可愛いと思うわ。で落書きするでしょ。え？